ウィルマー・バルデラマはアメリカ合衆国の俳優、声優。代表作はザット 70S 賞。声優としての代表作はお助けマニー。フロリダ州マイアミ出身。コロンビアとベネズエラの血を引く。両親は農業用グレンタル会社を運営していた。3歳の頃にベネズエラに移住、またコロンビアにも住んでいた。14歳でアメリカに戻る。バルデラマは シェイクスピアの夏の世の夢をはじめとした数多くの演劇でキャリアをスタートさせた。プロデビューはパシフィックベルのスペイン5番広告であった。彼が出ていたドラマの先生役の人のすすめで代理人を獲得、そして CBS のミニシリーズ、またディズニーチャンネルのオンバもコンバに出演した。また映画デビューは2001年のサマーキャッチである。バルデラマは1998年から2006年に かけて放送されたザット 70S ショーでフェズ役を演じた。パイロット版が撮られた時、彼はまだ高校生だった。2003年にはパーティーモンスターにも出演した。2006年から2007年にかけてヨモンマを制作、監修していた。これまでマンディムーアやリンジー・ローハン、デミ・ロバートと交際していた。 2021年2月15日に婚約者、アマンダ・パチェコとの間に、娘が誕生した。二人が互いへの愛を最初に告白した日本への旅行がきっかけとなり、中野武子にちなんで、娘の名前を、中野オセアナ・パルデラマと命名した。マルーマ、マルマ、フェリーセイスロース4、フェリーセイスロース4サルサバージョン、セクシーアイノーイット。ありがとうございます。